こんにちは、ちーです。この動画では2010年イギリスのオーディション番組 X ファクターがきっかけでデビューした One Direction の What Makes You Beautiful 2011年に注目して内気だけどそんなところさえも美しい女性に恋をする男性の気持ちを表す歌詞やその歌い方について学びます。この歌の歌詞では理由のない不安で人見知りだけど気づかないところでファンのいる女性、何かコンプレックスがあるため化粧をしている女性、でも好きな人にとっては化粧よりもありのままの姿がいいと思う気持ち、髪を触ったり照れて笑って下を向いたり、そんな何気ない仕草に恋をする男性がいること、自分の美しさに気づいていない感じがさらにその女性を美しくさせている、それでも気づかないのでそれを歌にしちゃった男性、でも目が合った時に目をそらしてしまうそのシャイな感じなど、思春期の恋愛や甘酸っぱい片思いの絶妙な感じがうまく表現されています。イケメンたちがこんなことを歌ってくれたらたまらない気持ちが伝わってきますね。実際にライブ映像などを見てみるとかなり人気があるようで、 YouTube では2020年の5月現在11億回再生されているので、これを日本国全体が1億人だとした場合に日本人全員が10回見ているというそんな計算になっています。この歌詞が読めてかけて話せるようになると、普段言えないけど愛する人のことを美しいという正直な気持ちや内に美しい部分を持った人の妖艶など英語で表現できるようになります。歌がなぜ英語学習に有効か、センス磨きに良いのかについては概要欄でリンクを貼っておきますのでご覧ください。実際練習に入る前に画面に示す5つのことを事前に準備しておくと学習効果が劇的に上がります。それではこの動画の内容です。まずはバース1、つまり A メロの部分から順番に歌詞の行数に対応しながら、リズムやメロディーは気にせず一語一語を大切にしながら、とはいえ単語と単語のつながり、つまりリンキングも意識し、ゆっくりと音読をしていきます。その後リンキング、単語のストレス、イントネーションなどを確認します。そして少しずつリズムに合わせながら歌の練習に入っていきます。メロディーを意識しながら歌えるようになることを練習します。歌のリズムに直接関係ない日本語訳や文法に関しては長引いてしまうので細かく説明しません。途中で難しくなったらいつでも再生を止めて繰り返してみてください。それではまず1行目から音読していきます。You're insecure, don't know what for. You're insecure, don't know what for. この文では You で You are、 いわゆる You are が短縮した You ですね。これもう You are って言ってないですね。You ですね。よ。で、次の単語に insecure という単語が出てきます。これは不安だっていう意味ですね。で、この不安だっていう意味の、例えばこの insecure の in を抜かすと secure、不安のないという形容詞、動詞になりますね。なので、この in がつくかついてるかついてないかで意味が逆になるっていう、そういう典型的な単語ですね。ちなみにこの secure に e を抜かして irt、security かをつけると security ですね。セキュリティのある、安心のあるとかですね。安心のついているっていう、あのネットのセキュリティとかってカタカナになってますけど、そういう意味なんですね。要因セキュー、不安だってですね。セキュリティのない状態で don't know what for で、これを少しずつリズムに乗せていくと、チャ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 チョチョンチャ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 、妖艶説教って感じですね。じゃん、妖艶説教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 、don't know what for、妖艶説教、don't know what for、妖艶説教、don't know what for。ここはできたら2行目の音読に入っていきます。You're turning heads when you walk through the door.You're turning heads when you walk through the door. この文で注意するところは、まだ同じように You、ね、短縮形が入っているというところと、Turning というところで、ターニングっていうあのカタカナが、ターニングポイントっていうカタカナがもう出て あって、それ引きずられちゃう人もいますけど、turning っていうところですね。turning っていう発音とかですね。
あとは後半の when new でリンキングしてるんですね。when you, when new, when new, 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 new っていうリンキングと walk through、既読スルーのスルーじゃなくて、ベロを前歯の下側、上の前歯の下側からちょっと出して、息を出していくっていう。息を漏らしていく感じですか、スルー。で、その後に、R の発音で、どこにも触れずに困らせながら、スルー。その後にまた TH が来て出てくるんですね。今度は音がある TH ですね。ベロを下上の前歯の下側に出しながら震わせるっていうことなんだ。ザ、ドー。最後はドアじゃないですね。カタカナのドアじゃなくて、ドー。これ、ワンディレクションみんなイギリス人なんで、基本的にはイギリス風の発音でいいと思います。例えば、さ1行目のインセキュー。R で終わる部分は、おー。わざわざ舌をちょっとこう上に上げなくてもいいですね。インセキュー。で上げなくてもよくて、アメリカ風にやらなくても、インセキュー。で、ここでも、ドー。アメリカ風に、ドー。ちょっと、ベロを盛り上がらせる感じで、ドー。って言うとアメリカ風になりますけど、ここはイギリス風なんで、ドー。で、いいと思います。それでは、この2行目の少しずつリズムを取っていくと、インセキュー。Don't know what for. You're turning heads. You're turning heads. You're turning heads.You're turning heads when new. You're turning heads when new. You're turning heads when you walk. You're turning heads when you walk. When it's insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door.You're turning heads when you walk through the door. You're turning heads when you walk through the door. という感じになります。ここができた人は3行目の音読に入ってください。Don't need makeup to cover up. Don't need makeup to cover up. この3行目は、makeup、メイクアップってカタカナありますけど、これもまあ、気をつけながら、メイクアップじゃなくて、メイクアップ、一緒になってリンキングして、メイクアップ。で、その後のカバーアップっていう言いそうなところですが、これもリンキングして、カバーアップ。なんで、いわゆる R と U がつながって、カバーアップっていうリンキングになってますね。これに注意することですね。これもリズムに合わせていくと、You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup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  to cover up. Don't need makeup to cover up. という感じになります。4行目の音読に入っていきましょう。Being the way.That you are is enough. Being the way that you are is enough. という原文で、この注意点はまた TH の発音 the とか that you are、ね、that と you がつながる that you T と Y がつながる that you are is enough という、まあ、この リンキングとかも気をつけながらいくとリズムとしてはこんな感じになります。 Don't need makeup to cover up being the way that you are is enough という感じですね。それではバース1を
まとめてみるとこんな感じになります。合わせて歌ってみてください。じゃじゃらじゃらじゃ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 らじゃじゃじゃ。よるん説教。Don't know what for。You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. という感じですね。それではプリコーラスの1行目を音読していきましょう。Everyone else in the room can say it. Everyone else in the room can say it.この1プリコーラスの1行目では everyone else というカタカナが出てきちゃいそうですけども、これも everyone else、 everyone と a がつながって one else、 everyone else というリンキングと in the th の the という音といわゆる r のどこにもベルを触れずにちょっとこもらせるroom という音と、can say yes、 このあたりでしょうかね。これちょっと2行目も一緒に音読して、その後リズムに合わせたらいいかもしれないですね。で everyone else but you、 everyone else but you、 but you、 この but you って言ってもいいですし、まあ、この、ハリーさんが歌ってることが but you、 but you、 t 抜かしている感じですね。イギリスの若者でよくある but you、 t を抜かすっていう感じですね。それではリズムを、取っていくと、being the way that you are is enough. Everyone else in the room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  can see it.Everyone else in the room can say it. Everyone else in the room can say it. Everyone else in the room can say it. Everyone else but I. Everyone else in the room can say it. Everyone else but I. というプリコーラスからコーラスに入っていきます。コーラスの一行目の音読です。Baby, you light up my world like nobody else. Baby, you light up my world like nobody else. この一行目の注意点は、you light up の L の発音です。今度は先ほど、room とかで、気をつけた、いわゆる R の発音ではなくて、今度 L で、ベロを上の前歯の裏側にちょっとつけながらですね、ララ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 ラ、つけながら、ララ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 ラ。で、これ、you light, light, light。ね、light, up。で、light と up、と、light, t, t, t の部分と up がつながる、light up, 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 you light up, light up。で、で、また出てきますね。my world. この world の発音、あのカタカナで、なるほど、the world。world っていうカタカナがあっちゃうんです。これも引きず、引き、引か、引き、んこれも、引きつ、引きつられないというかな、なんていうかな、引き、引かれない。それはいいですね。はいはい。カタカナに惑わされないようにして、これも、ですね。W の発音ですね。で始まって、その後にちょっと R が入る、ワーで、その後に L、 ワールド、ワールド、ワーなんで、これをゆっくりして言うとワールドですけれども、これをちょっとまあ短縮するんで、ワールド、ワールド、ワールドっていう感じになりますね。で、likeNobody else. Nobody. で、また L の発音に注意点とかですね。これも少しずつリズムを取ると。Everyone else but you. Baby, you light up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  my world.
Baby, you light up my world. Baby, you light up my world. Baby, you light up my world like nobody else. Baby, you light up my world like nobody else. Baby, you light up my world like nobody else. という感じになっています。で、これができた人は2行目に入っていきましょう。音読です。The way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. この2行目では、The way、その状態は何かっていうと、っていうで始まってますね。で、That you っていう、That you のリンキング。Flip your hair って言いちゃいそうだ。カタカナと間に合わないんで。Flip your hair。Flip your hair。なんで、まあ、アメリカ風だと、hair、hair、R をも、ベロを上げますから、イギリス風でいいので、Flip your hair。Flip your hair。Hair っていう発音じゃないですね。Hair。Flip your hair。で、gets me。で、最後の単語、ちょっと難しいですね。Overwhelmed。Overwhelmed。 これ Overwhelmed っていうのは圧倒させるっていう、驚愕させるとかですね、まあ、そういうすごくびっくりさせるっていう表現、よく使いますね。 I'm overwhelmed。 びっくりした、すごいなとかってですね、使いますけど、この部分がちょっと注意点だとして、でリズム取るとですね、1音目から Baby you light up my world like nobody else. The way that youThe way that you, the way that you, the way that you flip your hair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  gets me, the way that you flip your hair gets me.The way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. これができたら3行目に入っていきましょう。But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. But when you smile at the ground,It ain't hard to tell. という英文の注意点は、But when you, when, また when you ですね。よく出てきます。When you, linking, when you. で、smile って言わないですね。smile. L で終わる単語も、お弱く、L を弱く終わらせていくのがポイントですね。smile. もうほぼ、スマイルっていう方がよりも、スマイル、なんかちっちゃいうみたいな感じですかね。イメージとしては。スマイル。で、at the ground って言わないで、これも間に合わないんで、at the ground。で、次の it ain't。この ain't ってよく洋楽では出てきますね。この、本来であれば it isn't hard で、難しくないっていう風に文法的にはするべきなんですけれども、あえてこういうふうにですね、it, are not の短縮形を使ってですね、文法的に崩しているので、なので、それは難しくないですっていう標準的な表現から、あえて外しているので、難しくねえぜみたいな、難しくねえぜみたいな、ちょっとこうニュアンス的に砕けた感じになっているっていうニュアンスが伝えようとしているっていうですね、その歌詞の作る方の、制作家の意図って、あえて、そう作ってる感じですね。It ain't hard to tell. なんで、ここも最後のリンク、hard to tell. Hard to tell ってもう言えないですね。間に合わないです。hard to tell. これも最後の tell って言いそうなんです。これも tell、もう L で終わるはず。もう弱く tell.tell のるよりも、小さい小さいうっていうか tell.次は、リズムに乗せていくと、The way that you flip your hair gets me overwhelmed, but when you,
But when new But when you smile at the ground 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 It ain't But when you smile at the ground It ain't But when you smile at the ground It ain'tBut when you smile at the ground, it ain't hard to tell. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. この3行目ができたら4行目の音読に入っていきましょう。You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful. You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful.という英文の注意点は、まあ、you don't know, you don't know, oh, you don't know. で、また、あと、you, あの、短縮形の you, you, you ですね。で、beautiful っていうカタカナを言わないようにですね。要するに、beautiful, beautiful。まあ、イギリス人は beauty, ちっていうふうに言う人もいますけども、まあ、ちょっとこう、それをアメリカ風な感じとか、若者風なんで、beautiful, beautiful。t がちょっとこう抜ける感じになってますね。これもリズムに乗せていくと、But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh oh. You don't know, oh oh. You don't know, oh oh. You don't know you're beautiful. You don't know, oh oh. You don't know you're beautiful. You don't know, oh oh.You don't know you're beautiful という4行目ですね。で、次が5行目で音読すると If only you saw what I can see If only you saw what I can see という文の注意点は、まあ、If only、たとえ、もし何か君が何々してくれさえしたらっていうですね、構文ですね。If only で、If only you saw what I can see. まあ、特に注意するところはないかな。ちょっと、まあ、リズム取ってやってみましょうか。You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful if only you. If only beautiful if only you. If only you. If only you saw what.If only you saw what If only you saw what If only you saw what I can see You don't know Oh oh You don't know you're beautiful If only you saw what I can see If only you saw what I can seeYou beauty, if only you saw what, you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful, if only you saw what I can see. という感じになります。で、次の文の音読です。You don't understand why I want you so desperately. You understand why I want you so desperately.で、you, この文では、you understand why,、I want you, why I want you というリンキングと、want と you, want you というリンキングと、desperately, 猛烈にというか、とってももう、とんでもなくっていうですね、desperately という単語の、単語、desperately って言ってるとも間に合わないですね。なんで、desperately, desperately, desperately,Desperately, desperately. で、最後のリーの、このリーの L の発音ですね。これをよくあの R にしちゃう人がいるんです。Desperately ってちょっとかっこつけるじゃない。英語っぽくさせようとするっていうことが、R を入れるっていう感じにする人が出ているんですけども。そうじゃなくてですね、L の場合は L、しっかり、ベロを、あの、裏に、上の歯の裏につけるっていう意識すると、いいですね。Desperately.Desperately ということで、こう、
リズム取っていくと、if only you saw what, ごめんなさい、you don't know you're beautiful, if only you saw what I can see, you run the spot, you run the spot, you run the spot, if only you saw what I can, ごめんなさい、you don't know you're, oh, oh, you don't know you're beautiful, if only you saw what I can see, you understand why I want you.You understand that, ごめんなさい。If only you saw, ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。You don't know why, you don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You understand why I want you. これでもどこで切るかもしれません。You understand. You understand. You understand.You understand why I want you. You, あ、ちょっともうちょっと、短く、細かくやってみましょう。You understand why. You understand why. You understand why. You understand why I. You understand why I. You understand why I.You understand why I want you. You understand why I want you. You understand why I want you so desperately. You understand why I want you so desperately. You understand why I want you so desperately. ここできたら、次の文の音読いきましょう。Right now, I'm looking at you, and I can't believe. Right now, I'm looking at you, and I can't believe. ここの注意点は、いわゆる R の発音 right。先ほども、コーラスの1行目の You light up のちょうど出てきましたね。Light up。火をつけるとか、照らし出すっていうですね。こう、light up する。light っていう光っていう light と、この正しいとか、たった今のたった、今すぐの今、たったっていう意味ですね。right. ちょうど出てきましたね。light. L の場合だと、light. light. いわゆる R の場合だと、right. right. light. right. light. right. ちょうどこの、one direction の、このサビでちょうどこの L と R の勉強ができるっていうですね。で、right now, right now, I'm looking at you. looking at you って言ってると迷わないですね。カタカナじゃなくてリンキングでさせて。looking at you. looking at you. で、and I can't believe. ここもイギリスなんで、I can't believe でいいと思うんですけども、このサビでは I can っていう風に聞こえますね。なんで、まあアメリカ風な指導者がいたのか、まあ、あえて、イギリス風にしていないのかっていう感じが、アメリカ風の意識もしてるのかな。I can't believe でもいいですね。I can't believe でもいいでしょう。これもリズムなしでいくと、You understand why I want you so desperately right now I'm, right now I'm, んすいません、right now I'm,Right now I'm, right now I'm looking at you. Right now I'm looking at you. Right now I'm looking at you. Right now I'm looking at you and I. Right now I'm looking at you and I.Right now I'm looking at you and I can't believe. Right now I'm looking at you and I can't believe. Right now I'm looking at you and I can't believe. ここできたら次の文章いきましょう。音読です。You don't know. You don't know you're beautiful.You don't know, you don't know you're beautiful. ここもコーラスの4行目でやったんで簡単にいきましょう。
You understand why I want you so desperately? Right now I'm looking at you and then can't believe you don't know. Oh, oh, you don't know you're beautiful. で、最後の音読に入っていきましょう。That's what makes you beautiful. That's what makes you beautiful. ここも、それが何やにを、これがな、それが君をこうさせているんだっていうですね、文ですけれども。That's what makes you,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  と you がさ、makes you, makes you, makes you っていうリンキングと、あと beautiful な発音ですかね。That's what makes you, you don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful, oh, oh, that's what makes you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  beautiful, という感じに入ってきま、なってきましょう。で、コーラスのまとめをしておいた方がいいかもしれないですね。まとめです。baby, be, すみません、はい、be honest about you. Baby, you lie like my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile up the glass, it ain't hard to tell. You don't know. Oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'd understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Oh, oh, you don't know you're beautiful. Oh, oh, that's what makes you beautiful. じゃあ、ちょっとすいません。バッテリーが残念が少なくなっているので、一旦ちょっと休憩で、バッテリーをつけさせてください。すいません。あ、失礼しました。準備不足でした。失礼しました。そしたら、このバース2ですね。サビの後でかですね。That's what makes you beautiful の後ですね。So come on, you got it wrong. So come on, you got it wrong. という英文ですね。これも、サビの後からちょっと続けていくと。That's what makes you beautiful. You don't know, oh, oh.You don't know you're beautiful. Oh, oh, that's what makes you beautiful. Ja, 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 ja. So come on, so come on, so come on, so come on. You got it wrong. So come on, you got it wrong. So come on.You got it, you got, you got i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 t wrong. で、次の文が、To prove I'm right, I put it in a song. To prove I'm right, I put it in a song. で、ここもちょっとですね、後半の部分が結構リンキングで難しいですね。I put it in a song って言わないようにですね。I put it. これも全員さんがI put it, put it って感じですね。put it, put it, put it って感じなんですね。put it が。まあ、イギリス風に言うと put it でもいいんですけども。まあ、put it, put it, put it っていう感じになってますね。I put it in a song. I put it in a song. という風に気をつけていくと、聞き取れないですね。気をつけないと聞き取れないと思います。なので、1M からも行くと、So come on, you got it wrong.To prove I'm right. 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 I put it. To prove I'm right. I put it. To prove I'm right. I put it. To prove I'm right. I put it in a song. To prove I'm right.
アプリみんなそう Superbomb Line アプリみんなそう言い忘れましたけど、また R の発音の Right が出てきましたね。L の Light と R の Right の部分のところもう一回気をつけてください。3行目の音読です。I don't know why you're being shy. I don't know why you're being shy. この部分でも you が出てきますね。You are の省略形の you で being shy, shy, shy という部分で、ここもリズムを取っていきましょう。To prevent my apple in the sun. I don't know why.You're being shy. I don't know why. You're being shy. I don't know why. You're being shy. これできたら4行目の音読ですね。Until the way. あ、歌おうとしてます。Until the way. When I look into your eyes, eyes. Until the way. When I look in. ごめんなさい。Until why? When I look into your eyes, eyes. でも、and turn away になってないですね。And turn away, turn away, turn away. っていうリンキング。ターン、特にターンという、これターンって言わないですね。ターンするとかでカタカナになっちゃうんで、これ、turn, turn, turn, you're right, turn, 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 turn away. で、後半の、When I look into your っていう風に言わないですね。リンキング。When I look into, when I look into, when I look into your, when I look into your eyes, when I look into your eyes, when I look into your eyes, lies, lies, eyes, という部分ですね。リンキング。これもリズムに乗せると、I don't know why.You're being shy. Turn away. Turn away. Turn away. When I. Turn away. When I. Turn away. When I look into your. Turn away. When I look into your. Turn away. When I look into your eyes.Turn away when I look into your eyes. もう一回か。Turn away when I look into your eyes. で、この後にプリコーラスの、B1S が入って、で、コーラスがあって、またこう繰り返していくっていう感じになっています。それでは、この One Direction の What Makes You Beautiful で、内気な女性ですけど、そこが美しいっていう歌詞の意味とかですね。その発音とか、意外とメロディーは聞きやすくて有名で知ってるんですけども、結構コーラスの部分が文字がギュギュッと英文がギュギュッと詰まってるんで、聞けるけど歌えないって人が多かったんじゃないでしょうか。で、この歌えるようになってですね、意味も理解していくと、面白くてですね、すごくメッセージの詰まったいい曲になってますので、練習してみてください。それではまた他の動画で会いましょう。ありがとうございました。